と15秒でいきます。それでは始めましょう。11月9日、時刻は14時を回りました。どうも、とてもでございます。 FM797FM 機の青木ステーションに公式 YouTube ツイキャスでは映像付きで、そしてリスラージ17ラジオで電話全動でお届けするこの時間は、とてものラジオ第2ボタンシャープ25でございます。さあ、この番組は心の第2ボタン、そして開放感に満ち溢れた放課後感覚で様々なトークコーナーをこの後14時半までお送りいたします。ぜひ最後までお聞きください。よろしくお願いいたします。それでは早速オープニングはこちらのコーナーからかましてまいりましょう。今週の一文字トーク。はい、このコーナーは私とてものプライベートや休日お仕事関係などなど、私の近況報告を漢字一文字に集約して紹介いたします。選んだ理由とともにですね、エピソードをお届けしたいと思います。さあ、私が今回選んだ一文字はですね、こちらでございます。バン、掛け算という字ですね。トリック、仕掛けの掛け。へへんに土二つに、カタカナとというのを書いて、この掛けるという字にしました。まあ、これはですね、この掛け算という字を選んだ理由なんですけど、まあ、今でも、生放配信でね、インスタグラム、インスタライブとかやっていたりと、投稿を上げたりなんかして、まあ、インスタグラムは結構精力的に活動をしているんですけど、たまにこう、てか結構最近、ストーリーを投稿として、投稿することが多くて、で、まあ、24時間で消えてしまう投稿のストーリーなんですけど、見てくれている方みたいなので、こう、履歴が出るんですよね。で、そこの履歴見たりすると、結構ね、まあ、フォローしていただいてる方もそうですし、あとお仕事関係でね、付き合ってもらってるような感じの方だったりとか、まあ、事務所的にもよく会うような子たちだったりとかっていうのを見てくれている中、それ以外の方でね、まあ、こう、自分、芸能活動してまして、みたいな、紹介したら、まあ、ちょっと気になるんで見てもいいですか、なんていうような、まあ、たまたま遭遇した、まあ、出会った方が、まあ、インスタグラムを見てくださるっていう、そういうようなね、縁だったりも、次々と、まあ、徐々になんですけど、まあ、できてきたりなんかしてっていうことが多いんですけど、そういう、そのね、まあ、ある方をちょっと紹介したいなっていうふうに、今回思ってまして、その方が今回の字に当てはまる、ような特徴的な方なんですけど、数年前ぐらい、2年前ぐらいかな、に、まあ、この秋もまあ、深まってきて、で、冬本番になろうとしているぐらいですかね。なんかこう、催事みたいなのがこう、デパートやってて、で、そこの自分はなんかこう、冷凍のね、まあ、魚介類であったりとか、そういう商品を、自宅に配送をお願いしますっていうような、まあ、冷凍したものをこう、運搬や配達、それを受けたまわる窓口みたいな、そういうサービスカウンターみたいなところの、店員さんとして自分は立っていた仕事があって、で、まあ、その隣に、まあ、同じく、まあ、派遣会社で来たんですけど、まあ、同じ派遣会社の、社員として来た、まあ、自分のね、母親ぐらいの年齢の方と、二人でそのサービスカウンターを持ってたんですけど、受けたまわってたんですけど、ちょっと暇な時間ができることが多い、まあ時間帯であったり、まあ、日付が連日続いた時があって、そんな時に、まあその運搬や配達受けたまった商品を、まあ地下の、駐車場まで運ぶような、その指示をしてくれる、まあいわゆるこのフロア、催事場のフロアの、まあ仕切る方みたいな方が声をかけてくださったんです。
で、あ、まあ、今のところ落ち着いてますね、なんていうようなことをこう、まあ、元気な、元気なおじさんで、喋りかけてくれて、二人どう、なんか調子どうみたいな、なんぼちぼちやってる感じですね、ちょっと時間、手空いてる感じではありますけどね、みたいな感じで、まあ、ちょっとローテーションな感じで二人話したんですけど、もうそれをまあ受け取ると、本当、まあ、数倍に、何十倍にも返してくれるくらい、その、まあ、仕切る方は、もう話してくださって、まあ、こんな暇な時でもね、まあ、僕はいろいろとね、運搬であったりとか、こう、商品の見回りだったりとかね、店員さんとかたまにこう、見回ったりなんかして、挨拶してみるだけで、元気がいいよ、ガッハッハ笑うよ。めちゃくちゃ元気なかった。で、その当時は、自分のこの芸能界でね、ラジオをする前で、まあ、発信するっていうのを迷ったぐらいの時、でしたし、で、まあ、インスタを始めたばっかりぐらいの時だったのかな。で、まあ、個性であったりとか、あとトークの楽しさは何なのかっていうところ、イベントの悩ならではのこう悩みというもので、非常にこう路頭に迷ってまして、個性とは何だ、何だ、何だ、どうすれば楽しんでくれるんだみたいな、こういろんなことがガチガチな、もうまだまだウブな時ですよ。だからそんな時にですね、そんな方を、まあ、商売っていわゆる、売り込むだったりとか、そういうのって、ある意味、こう、タレントでいう、まあ、自分が今もね、やってます。こう、トークで、皆さんを楽しませるっていうのって、まあ、非常に近いというか、まあ、話術がとにかく、こう、鍛えられるような場じゃないですか。立場によって、そうだと思います。接客業って。で、まあ、それの総仕切りをしている方の喋りで何かこう、得られるものがないかって、その元気さに自分はもう心惹かれていきまして、で、まあ、やや話していくんですけど、こう、話の作り方というか、話し方の順序みたいなのが、なんか自分自身の、葬式にしていただいてる、そのおじさんが、全部こう、頭の中に入っている、これまでの知恵だったりとか、知識だったりとか。まあ、ちょっとこう、芸能経験も、よくこう、あらゆる話だったり、まあ、この祭事上ならではのこう忙しいことだったりとか、でも全部それをこう笑いに変えればいいんだっていう、元気やればいいんだよ、元気出していかないとみたいなっていう話を、あらゆるこう方法、手順、話術でこうぐい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 話していくっていうところに、すごくこう刺激をもらって、で、その話し方ってどう作ってらっしゃるんですかというか、もともとそういう性格というか明るい方だったんですか元からっていうふうにちょっと突っ込んで聞いてみたんです。で、そしたら、まあ、商売のためには、まあ、こう自分が落語聞いてたり、まあ、テレビを見たりなんかしてっていうふうにそういうのから、まあ、得て、まあ、得た話術っていうことが多いって、なんかその方も言っていて、あ、やっぱそういうところからなんか基本っていうか自分の好みの話し方だったりとか接客応対の仕方っていうのを作っていってるんですね。そうなんですけど、で、僕を大事にしてますけど、喋り方っていうのは完全にその人柄影響されたもので、タレントの、高田純次さんとあと元アナウンサーで実況中継やってて、もうで報道系もやってますし、今ではバラエティでも MC、古舘一郎さん、もう喋りのエキスパート、バラエティのエキスパートである、この熟練者、自分は自分の中で、自分の好みとハイブリッドさせて、生み出したこのマシンガントークができたんだよっていうふうに言っていて、自分も、尊敬する人として、まあ、方面だったり、バラエティ方面では有吉さんだったり、ガヤで活動していきたい。僕、コメントよく、自信があるって言ってて思ったギターを意識してた部分もあって、その当時の自分ではその好きな方とか尊敬する方をハイブリッドさせるの話術というか武器というものを
新たに生み出すっていう手順をこう完成させて今の商売がちゃんと成り立っているっていう風なのをこう実際に見れた、うん、実際に使っているっていうことを間近で見れたっていうのがすごくこう経験値になって出会えただけですごく嬉しい。トークというものが作られていくんだなっていうふうに一気にこう路頭に迷ってた自分からこの個性そしてこうトークの楽しさっていうのを作り出す第一歩みたいなのがその方によってこう見つけることができた。すごく感謝していて、でまあ実は今僕も本当書き出しではあるんですけど、あのMC だったりとかこうラジオ番組とか立ち上げようとしてるんですよね。インスタグラムとかライブとかでっていうふうに言っていて、まあ、一応こうとてもっていう芸名でやらせてもらいたいんですけど、おそれは頑張ってほしいねとか、なんかやってるのって言ったら、そうです、まあ、インスタグラムっていう SNS のものがあったりとか、まあ、ツイッターとかもやってるんですよ。その、まあ、あの言っていただいたその翌日にアカウントを作っていただいて、そこから現在までずっと自分 の、ね、あの投稿ストーリーの投稿だったりとか普段の一般的な投稿だったりとかそういうのも反応をくださるような方でいらっしゃって、あなんかその頃よりも今の自分、あ いろいろなセルフプロデュースとしていろんな企画ちょっとってね、売り出しておりますけども、まあ、その部分その方がどう見てくださってるかなっていうか、でも反応をくださるので、まあ、いつかこうコメントもねあのダイレクトメールでくれたら嬉しいなっていう希望はあるんですけども、まあ、その方からしてあその時よりもなんかこういい意味で謙虚遠慮とかがなくて、せめてこう会話をしてるな、ガツガツ話してくれてるなっていうか、自分のアドバイスをちょっとちゃんと、もらってこうこう成長してもらってるなっていうのそういうこと実感をね、その方に、まあ得てもらえたら嬉しいなっていうふうに思っております。なんかその方が、まあ、礎の一つでもあるのかなっていうか、まあ、非常に貴重な、ね、発見をいただいた、まあ、そんなことがあったというような感じでございます。まあ、近況報告ではないんですけど、まあ、ここ最近 も現在もその方が見ていただいているということで非常に嬉しい、まあ、こと続いております。これからもその方を喜ばすためにも頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今回の一文字トークは、かけという字をテーマにお届けいたします。